2019UEFA スーパーカップは欧州サッカー連盟が開催する44回目2000年に前年度シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ優勝チームと UEFA ヨーロッパリーグ優勝チームが対戦する方式に変更されてから20回目の UEFA スーパーカップである UEFA チャンピオンズリーグ2018から19優勝チームリバプールと UEFA ヨーロッパリーグ2018から19優勝チームチェルシーが対戦する。試合は2019年8月14日にトルコのイスタンブールにあるベシュクタシュパルクで行われた。2016年12月9日に入札要請が送付され、開催を希望する協会は2017年1月27日までに入札に関心を持っていることを示す必要がある。 2月3日に旧協会の10都市が関心を示していることが発表された。入札への参加を希望する協会は6月6日までに入札書類とともに最終提案を提出しなければならない。また、ポーランドは2都市が関心を示したが、各協会が複数の入札を行うことはできない。2017年6月6日の提出期限までに7、協会が 入札書類を提出した。関心を示していた旧協会のうち、ハンガリーとスコットランドは、入札に参加せず、二都市が関心を示していたポーランドは、ワルシャワのワルシャワ国立競技場ではなく、グダニスクのアリーナグダニスクが入札に参加した。2017年9月14日に入札に、参加した7協会の評価報告書が公表され、9月20日に、 ニオンで開催された UEFA 執行委員会でベシクタシュパルクが開催地に選ばれた。ベシクタシュのホームスタジアムであるベシクタシュパルクは2016年4月11日に開場した。トルコでは2005年にアタチュルクオリンピアとスタドゥで UEFA チャンピオンズリーグ2004から0個決勝2009年にシュクルサラジオールスタジアムで UEFA カップ2008から09決勝が開催されたが UEFA スーパーカップの開催は初となる。2018年9月27日にニオンで開催された UEFA 執行委員会にて 2019UEFA スーパーカップでビデオアシスタントレイフェリーが初導入され UEFA チャンピオンズリーグ2019から20の プレイオフステージ以降でも VAR が導入されることが決定された。また、UEFA ユーロ二2020、UEFA ヨーロッパリーグ二千二十2020から21のグループステージ以降、UEFA ネーションズリーグ a g u e 2020から21の最終ラウンドでも VAR が導入予定であることが発表された。VAR は欧州主要リーグでは二千十七から十八シーズンに、 ドイツのブンデスリーガとイタリアのセリエ A で導入され、2018から19シーズンはスペインのリーガエスパニョーラ、ブンデスリーガ、セリエ A、フランスのリーグ1、ポルトガルのプリメーラリーガで導入されている。しかし、イングランドのプレミアリーグでは正式導入されておらず、2018年時点では欧州全体で広く採用されているわけではない。2019年8月2日、 UEFA は主審をフランス人のステファニー・フラパールが務めると発表した。UEFA 主催の男子主要大会において女性が主審を務めるのは史上初である。フラッパール氏はすでにリーグアン2019フィファ女子ワールドカップ決勝で主審を務めた実績があり、ユルゲンクロップ、フィルジェル・ファンダイク、フランクラン・パードラ試合関係者も UEFA のこの決定を高く評価した。 リバプールは直前のリーグ戦で負傷したアリソンに代わりにアドリアンが先発、さらに休養の短かったロベルト・フィルミーノがベンチスタート代わりに長期離脱から復帰したオックスレードイコール・チェンバレンが先発に入った。一方チェルシーは直前のリーグ戦からスタメンを3人変更、膝の負傷で直前のリーグ戦はベンチスタートとなっていたエンゴロカンテ、 新戦力のクリスチャンプリシッチラがスタメンに名を連ねた。リバプール V チェルシー前半序盤はプレッシングのハマったリバプールが優勢。16分にモハメド・サラーがペナルティーエリア内右からシュートを放つが GK ケパに至近距離で阻まれた。だが次第にオリビエルーにロングボールを蹴り込みプレッシングを回避し始めたチェルシーが攻勢に出た。 22分、ペドロがジルーとワンツーで抜け出しシュートを打つがクロスバーに阻まれ、32分、今度はペドロのスルーパスにマテオ・コバチッチが抜け出したが、GK ・アドリアンの対応にあった。すると36分、クリスチャン・プリシッチがドリブルで DF 陣を引きつけ、左に膨らんだジルーへ、スルーパス、抜け出したジルーはゴール右へ流し込み、チェルシーが先制した。 40分にはエメルソンのスルーパスに抜け出したプリシッチがゴールを上げるがオフサイドにより取り消され、前半は0から1とチェルシーリードで折り返す。後半後半からリバプールはロベルト・フィルミーノを投入。すると48分、ファビーニョの浮き玉パスに反応したフィルミーノが触り、こぼれ玉をサディオマネが押し込んでリバプールが同点に追いついた。十四分にチェルシーが タミーヤ・アブラハムとメイソン・マウントを同時投入する。その直後、リバプールは右 CK からサラーが左足で、シュート、ケッパが左手一本で引いたところにファンダイクが詰めるが、これもケッパがセーブで難を逃れた。チェルシーは83分、ジョルジーニョのスルーパスに抜け出したマウントが、左足シュートを決めたが、オフサイドで取り消された。86分にはリバプールも真似が、 決定機を迎えるが、ゴール左に外れ、試合は1から1のまま延長戦へ突入する。延長戦、延長前半の95分、リバプールは、高い位置でボールを奪うと、フィルミーノの折り返しを、真似が右足で決めて、逆転に成功。98分のアブラハムの決定機はアドリアンが足で、防いだものの、直後の99分、ペドロの折り返しに反応したアブラハムがアドリアンと、 接触して倒され、PK を獲得。これをジョルジーニョが決め、同点に追いついた。延長戦でも決着がつかず、試合は、PK 戦へ。PK 戦、PK 戦は両チームとも4人目までは、全員が成功した。5人目は、先攻のリバプールはサラーが、ゴール左に決めたが、後攻のチェルシーは、アブラハムのゴール中央を狙ったシュートをアドリアンが、右足1本で防ぎ、 リバプールが2-2でチェルシーを破り、14年ぶり3度目の優勝を果たした。破れたチェルシーは2012、2013年に次いでスーパーカップ3連敗となり、21年ぶりの優勝とはならなかった。ありがとうございます。